例えばアメリカで行われたアンケートによると、全体の 57% の人がディズニーよりもジブリ映画の方が好きだと回答している。これはすごいことだわ。イギリス人女性によるジブリ作品にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのアコです。今回は日本アニメの真髄がここにはある、ジブリアニメが世界でも認められる本当の理由をあなたは知っていますか？の話題です。海外、私の人生そのもの。日本が世界に誇る文化は数多く存在しています。車や電化製品などのハイクオリティな製造品、独特で魅力あふれる日本食、清潔な街並みなど、それは様々ありますが、近年世界で著しく存在感を大きくしているのがアニメです。現在日本は世界一のアニメ大国と世界中から認識されていて、その評価を年々上げています。そんな日本のアニメの中でも、日本、海外ともに高い人気を誇っているものにジブリ作品があります。ジブリ作品は日本ではもちろんのこと、海外でも高い評価を得ており、ジブリ作品には日本アニメの魅力が詰まっていると言われることも多いです。今回はジブリ作品の魅力に取り憑かれたイギリス人女性に、ジブリ作品の素晴らしさを存分に語ってもらいましょう。果たしてジブリアニメのどのような部分が世界中を魅了しているのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私はエマ、イギリス人よ。私にはとびきり大好きな趣味があるわ。その趣味とはアニメ鑑賞よ。私は仕事を終えて家に帰ってきてからはずっとアニメを見ているし、休日も家にこもりっぱなしでそうしている日も多いわ。友達からの遊びのお誘いがない日はほとんどアニメを見て過ごしているかもしれないわね。そんな私が特に好きなのは日本のアニメよ。特に好きというよりも、ほとんど日本のアニメばかりを見ているわ。だからアニメ好きというよりも日本のアニメ好きなのよ。私が日本のアニメにハマったのは大学生の頃のことだった。私はもともとアニメには全く興味がなかったわ。もちろん小さな頃には見ていたけど、大人になるとアニメから離れていく。それは私だけではないはずよ。そしてもう小学生の後半くらいからはほとんどアニメを見ることはなくなっていたわ。しかし私が大学生の時に、日本のアニメ映画が素晴らしいっていう噂が耳に入ってきたの。日本のアニメが世界的に人気だっていう話は当然それまでにも聞いたことはあった。日本は技術力が高い国だし、様々な分野で世界の評価が高い。だから素晴らしいアニメを作り出したとしても驚きはなかったし、別に特に関心を持つことはなかった。結局一部の人たちが盛り上がっているだけなのだろうと思っていたの。しかしこの時は違ったわ。大学の友達の多くがその日本のアニメについての話をしていたの。しかもみんなこぞって、大人が見ても面白いし、大人だからこそわかる面白さがあるって言っていた。大人が見ても面白い、このキーワードに私は興味を持った。そしてその日本映画を見てみることにしたわ。当時流行していた映画は君の名はという作品だった。実際に見てみると、確かにその作品は素晴らしかったわ。感動的で泣いてしまうほどだった。アニメに感動させられるとは思ってもみなかったわよ。そして私も友人たちとこのアニメ映画の素晴らしさについてたくさん語っていたんだけど、ある一人の友人がこんなことを言ったの。日本のアニメ映画には素晴らしい作品がまだまだたくさんあるのよ。私はその友人の言葉に食いついたわ。私は特に趣味を持たない人間だったから、友人と遊んでいる時間以外は家で暇をすることが多かったのよ。だから暇つぶしに日本の映画は持ってこいだなって思った。たくさんあるならぜひ教えてほしいわ。いい暇つぶしになるから、数が多ければ多いだけありがたいわ。私は友人におすすめを教えてほしいとお願いした。すると友人はこう答えたのよ。日本の素晴らしい作品はたくさんあるけど、
とりあえずジブリ作品を見れば間違いないと思う。しかもジブリの長編作品は全部で20作以上あるからね。20作以上？私はそれを聞いて大喜び。それだけの数があればいい暇つぶしになりそう。私はこの友人の勧めをきっかけにジブリ映画を見ることになった。一番初めに見たジブリ映画はもののけ姫だった。この作品に私は大きな衝撃を受けたわ。今まで見たアニメの中で最も素晴らしい作品だと思ったし、アニメというカテゴリーに関係なく、私がこれまで見てきたあらゆる映画の中でも最高だと感じた。ジブリ作品を見るということは、私の中ではただの暇つぶし程度に始めようとしていたことだったんだけど、そうはならなかったわ。もののけ姫をきっかけに、私はジブリ作品にどっぷりとハマっていくことになったの。もののけ姫の後には、隣のトトロ、天空の城ラピュタ、風の谷のナウシカ、ホタルの墓、など。気になる作品から順番に、ジブリ作品を手当たり次第に見漁った。すると、見る作品、どれもが素晴らしい作品ばかりで、作品ごとにそれぞれの良さがあったわ。今となっては、私は大のジブリフリーク。イギリスで見ることができるジブリの長編作品は、すべて何度も見たわ。やはり最初に見たもののけ姫は、特別な思い入れがあって、おそらく今までに50回以上見ていると思う。イギリス人ながら、ジブリ作品が大好きな私なんだけど、実はこういった人は珍しくないわ。私はジブリにハマり始めた頃、SNS で同じジブリ好きのイギリス人を見つけるととても喜んでいたの。でもしばらく経つと、そういった人がとても多いことを私は知った。そしてイギリス以外にも、他の英語圏の国の SNS を見ていても、そういった人はたくさんいたわ。実は私が知らなかっただけで、ジブリ作品は世界中で大きな人気を誇っていたのよ。世界で最も影響力の高いアニメシリーズといえば、ディズニー作品を思い浮かべる人は多いと思う。そして、その考えは決して間違ってはいないと思うけど、実はジブリ作品の人気は、ディズニーに肉薄するほどだと言われている。これは嘘ではないわ。私が好きだから、ジブリ作品に肩入れしているわけではない。例えば、アメリカで行われたアンケートによると、全体の 57% の人が、ディズニーよりもジブリ映画の方が好きだと回答している。これはすごいことだわ。ディズニーを生んだ国であるアメリカでのアンケートでこの結果となったということは非常に価値があることだし、世界でのジブリの人気の高さを伺わせるものよ。そして中国でもジブリ映画はかなり高い人気を誇っていて、ジブリに関する偽物のキャラクターグッズが横行するということが問題になっているほど。韓国でもジブリ作品を知らない人はいないというほど高い知名度を誇っている。ソウルで過去に行われたスタジオジブリの展覧会はあまりに好評すぎて開催期間が1ヶ月延長されたり、釜山国際映画祭で賞を受賞したりしている。アメリカ、アジアと来れば次はヨーロッパよ。フランスでもジブリは広く受け入れられていて、千と千尋の神隠しがパリで公開された時にはエンディングロールで拍手と称賛の叫び声が鳴り止まなかったというのは有名な話だという。ジブリ映画の世界での人気はすごいのよ。ジブリ作品を見たことがない人がいるなら、ぜひ見てみることをお勧めするわ。さて、そんなジブリ作品がなぜこれほど海外で人気かつ知名度があるのか、気になるわよね。これについてはいくつかの理由が存在するわ。まず一つは、世界で数々の有名な賞を受賞しているからよ。例えば、千と千尋の神隠しは第52回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞しているし、第75回アカデミー賞も受賞している。このことで、この作品は世界的な知名度を大きく高めたわ。それから、アニメのイメージを大きく変えたということも重要よ。世界的な認識として、アニメは子供が楽しむものという考えが一般的。しかしジブリ作品は子供から大人まで幅広い世界に受け入れられている。世界的な評価としてはむしろジブリは大人のアニメだとされているの。私もこのジブリの大人でも楽しめる、また大人だからこそ楽しめるといった部分に感銘を受けた一人よ。大人にも受ける理由としてはジブリ映画の持つ社会的メッセージ性の強さが挙げられるわ。例えば、
私がジブリにハマるきっかけとなったもののけ姫は、気候変動問題を主題にしているし、ハウルの動く城は、当時起こったイラク戦争に影響を受けているとされている。そして、ジブリ映画では女性の描き方も、海外のアニメとは少し違うわ。魔女の宅急便や天空の城ラピュタなど、ジブリ映画では女性が主人公として登場することが多くて、この主人公たちはいずれも強い意志を持ち、冒険心にあふれ、元気いっぱいに活躍し、躍動する。これは海外でジブリが受ける大きな要素なのよ。近年、男女平等の意識が世界的に広く浸透しつつあり、特にヨーロッパではその傾向が強い。だからジブリの女性が自らの手で運命を切り開いていく様子を描いている点は非常に高く評価されているの。それからジブリでは世界の有名なスポットが舞台になっているということも重要なポイント。例えば、千と千尋の神隠しの舞台は台湾の人気観光スポットである九份だと言われている。そして、魔女の宅急便ではスウェーデンのストックホルムによく似た街が登場する。世界的な傾向では自然の風景が美しく描かれている作品が非常に受けると言われているんだけど、ジブリ作品ではもののけ姫や風の谷のナウシカなどに代表されるように美しい自然が多く登場する。これも世界的な高評価につながっているわ。ジブリ映画が世界で高人気を誇っているのには様々な理由が存在しているのよ。そして私がジブリを好きになるきっかけとなった作品であるもののけ姫には、このようなジブリならではの魅力がふんだんに詰め込まれている。ジブリの良さが最も反映された作品だと私は思っているわ。もし最初に見た映画がもののけ姫でなかったならば、もしかしたらこれほどジブリにハマることはなかったかもしれないと思うほど。では、そんな私が大好きなもののけ姫の魅力について語らせてもらうわね。もののけ姫が公開されたのは1997年夏。古代の日本が舞台で、人間と自然の関係がテーマになっている。意図せずとも自然を破壊してしまっている人間たちと、それに抗おうとする自然の生き物たちの戦いを描いているわ。ジブリ作品を支え続けた宮崎駿監督の集大成とも言われる映画よ。制作期間は約2年、制作費は通常の倍近くになる20億円。かなりの力の入れようだったみたいね。ただ、当時の流行とは逆行する時代劇ということで、公開前は不安要素がかなり多かったようなの。しかし、結果は予想以上の大ヒット。当時の日本での映画の記録を数多く塗り替え、もののけ姫は社会現象を巻き起こしたというわ。そして同年の1999年に、もののけ姫は全米で公開され、その後もどんどんと世界に広まっていき、今では世界中の多くの人たちに見られる作品となっている。もののけ姫は海外の映画紹介サイトでもよく登場していて、英語圏で最も有名な映画評価データベースであるインターネットムービーデータベースでは10段階評価中 8.3 点で79位にランクしている。これはかなりの高ランクだわ。世界中には無数の映画作品が存在しているからね。そもそも100位以内に入るだけでも伝説的な映画だと考えていいと思う。ちなみに、もののけ姫よりも上のランクに入っている日本の映画には、7人の侍や、同じジブリ作品の千と千尋の神隠しがあるわ。そして、イギリスのガーディアン紙が作成したスタジオジブリ作品ランキングでは、もののけ姫は第1位を獲得している。世界で人気のジブリ作品の中でも、もののけ姫は特別な作品なのよ。過去には、イギリスの大手メディア BBC が、もののけ姫に関する特集記事を組んでいたわ。そこで評論家のスティーブン・ケリー氏は、もののけ姫についてこう語っている。この映画は、宮崎駿作品の中でも、最も複雑な作品である。しかし、この作品が欧米でどのように扱われたのかが、日本と欧米の芸術の根本的な違いを物語っている。この根本的な違いというのは、日本とその他の国の映画のストーリー構成にある。私たちがよく知る一般的な映画では、善人と悪人の対比をはっきりと際立たせ、ストーリーを展開させる。このスタイルの方が簡単でわかりやすいストーリーになるんだけど、もののけ姫はそうではないわ。もののけ姫だって、人間のテクノロジーを悪と描いて、自然を善と描くことは簡単だっただろうけど、そうはしなかったの。もののけ姫では、善と悪の立ち位置について、決してはっきりとは描かなかったわ。この善悪の立ち位置について、
かつてのインタビューで宮崎駿監督はこう語っている。実際には悪人ではない人が良かれと思って行ったことがとんでもない事態になることもあるのです。つまり宮崎監督は無理やり善悪を割り当てるのではなく、あくまでもリアルを描いたの。それぞれの正義がぶつかり合い、最悪の事態を招いてしまうという世の中のありのままの状態を描いた。人間のテクノロジー VS 自然界という構図において、簡単に善悪は割り当てられないわ。とりあえず人間のテクノロジーを悪いものとし、追いやられる自然界をかわいそうな善として描くことは簡単だけど、もののけ姫ではそんな薄っぺらい完全懲悪を表現しようとはしなかったの。もののけ姫を見ると、西洋の視点とは逆に、人間は必ずしも地球を支配する種ではないという実感を持つことができるのよ。私たち自身が実際に直面している環境問題。この問題は非常に解決が難しいものであるわ。長年人類はこの問題と向き合っている。しかし、その決着は簡単につくことはない。このような難解なテーマを見事に表現し、描いたのがもののけ姫なのよ。しかも世界的に子供のためのものだと考えられていたアニメーションで、それを描いてしまったのが本当にすごいわ。そして、今では私のように、もののけ姫を素晴らしい作品だと認識する人間が世界中にたくさんいるけど、アメリカで初めて公開された当時はあまりヒットしなかったそうよ。その理由は、アニメイコール子供が見るものというイメージが世界的に強かったため、当時は子供がメインターゲットとなっていて、その子供たちがもののけ姫の難しいテーマを理解しきれなかったということ。そしてもう一つは、欧米では完全懲悪のわかりやすい作品に慣れすぎていて、多くの人がもののけ姫のストーリーに対応できなかったということよ。しかし今では視聴者側の成長もあり、もののけ姫は世界から高い評価を得ている。こういうのが時代が追いついたってことなんだと思う。ジブリ作品は世界中のアニメの価値観を変えたものであり、その中でももののけ姫は特にジブリの素晴らしさが詰め込まれた最高の作品なのよ。もし見たことがない人がいるなら、ぜひとも見てほしいわ。アニメの見方が180度変わると思うわよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。初めてジブリ作品を見た時の感動ったらないからな。記憶を消してもう一度何も知らない状態であの感動を味わえたらと何度思ったことか。あの見ているだけで彼らが作り出した世界に入り込んでしまうかのような感覚、匂いすら感じられるようなと言ったら大げさかもしれないけど、ジブリ作品にはそういった魔法がある。ジブリ作品を退屈することがないよね。ほんと最高の一言。ジブリは女性主人公を描く際には同時に非常に強力な男性のメインキャラクターも描く。千と千尋の神隠しの白もそうだし、ハウルの動く城のハウルもそうだし、もののけ姫のアシタカもそうだ。彼らは主人公から何も奪うことはないし、主人公を弱く見せたりもしない。私のお気に入りは天空の城ラピュタだ。ジブリ作品の中でも古いものの一つだが、本当に感情を揺さぶるものがある。あの作品はすごい。紅の豚を見るべきだ。絶対にだ。この映画はただただ素晴らしい。ジブリ映画の制作者にどれくらい感謝すれば足りるだろう。これを見てる間涙を流しっぱなしだったよ。日本語は全然わからないけど、本当にジブリ映画が好きなんだ。千と千尋、トトロ、紅の豚がこの中じゃ好きだな。全部好きだけど、もし砂漠の孤島に一週間行かざるを得なくなったら、多分この三つを持っていくと思う。目が涙で滲んでくる。ありがとうジブリ。あなたたちの芸術で世界に楽しみを与えてくれて。もののけ姫はこの惑星の宝と言っても過言ではない。スタジオジブリの作品は私の人生そのもの。以上が海外の反応です。日本を代表するアニメシリーズであるスタジオジブリ作品は世界でも高い評価を得ています。ジブリ作品は世界中で当たり前と見られていたアニメに対する認識を大きく変えることに貢献しました。ジブリの深いストーリーやテーマはアニメイコール子供が見るものという世界の常識を大きく変えることに成功したのです。そういう意味では
ジブリの成し遂げた功績は世界のアニメ界にとって非常に大きなものと言っていいでしょう。そして日本のアニメはこれからも世界で圧倒的な存在感を誇り、世界の常識を次々に覆してくれるのではないでしょうか。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。